YouTube の皆さん、岡田博です。ようやくですね、悲願の国鉄電車ダブルコラボ撮影に成功しました。これ皆さん見てください。旧長野色と湘南色のコラボなんですけど、やっとですねレポート撮影する日が来ました。いかにも昭和感が濃厚ですね。いやー、とてもこれたまらないですね。レトロあふれる昭和の国鉄電車でタイムスリップしたような雰囲気ですね。いやいやー、いやー、やっとダブルコラボできて嬉しい。すごいな、旧長野色と旧国鉄湘南色。いやー、いかにもレトロ感ありますね。まあ、お目当ては湘南色がお目当てですけど、旧長野色はそろそろ出発ですかね。ただこの動画もいつかは貴重な動画になるかなと思うんですけど、まあ記録しながら思い出残したいですね。いやー、これはもう貴重な体験ですし、本当そうですよね。本当にこれ懐かしい、あの両毛線思い出しますね。両毛線とか宇都宮線、その栄光ですよね。そしてこちらが旧長野色ですね。実は長野色って昔こういうカラーだったんですよね。いやー、これはまた白とグリーンが特徴ですね。あー、ブロワーが甲高く響いてて、いかにも国鉄感ありますよ。あー、この記号もやっぱり、この車体番号もやっぱり映したいですね。あ、出発ですね。それではよく映しておきたいと思います。出発なんでよく映しておきます。よし、それでは旧長野色出発進行です。それでは見送りたいと思います。さあ、軽井沢に向けて出発だ。これ軽井沢行ってまた戻ってくんだったら取っておきたいところだな。あー、出発していきましたね。まあ、お目当ては、まあ俺のお目当ては湘南色ですからね。湘南色よく写しておかないとあれですよ。まあそうですよ、115系といえば湘南色ですからね。あー、出発していきましたね。これ軽井沢行って戻ってきてほしいな。一応別動画では撮っておきたいところですね。よし、はい、それではですね、湘南色のレポートやっていきましょう。いやー、懐かしいですね。これ皆さん懐かしい電車じゃないですか。湘南色115系なんですけど、そうですね、115系といえばそうですね、このオレンジとグリーンのこのカラーなんですよね。相当重厚で濃厚なこのカラー、たまらないですよね。いや、いかにもなんかタイムス、昭和の頃にタイムスリップしたような雰囲気が漂ってますね。で、行き先幕はこんな感じなんですよね。あー、ここの、ここいろんな行き先ありましたよね。宇都宮、高崎、小山などね。いや、思い出すな。あー、座席はこんな感じか。あー、この座席、このボックスシートのこの座席いいですね。いや、国鉄感ありますね。いや、国鉄感濃厚ですね、これ。すごいな。Thank you.
いした。いやー懐かしいな、この 115系、 この湘南色 115系、 ほんと懐かしいっすね。両毛線の沿線に住んでいる俺にとってはすごい懐かしいし、毎日のように遠くからこの電車のモーター音響いていたんですよね。ちょっと車内は人いっぱいなんで座席一部しかちょっと映せなくて、そこはちょっとごめんなさいなんですけどね。この115系湘南電車ですけど、これアニメにも登場していたんですよね。はい、アニメにも登場してました。どういうアニメに登場していたかっていうと、鉄道公安隊アニメデールウォーズと、あと新海誠作のアニメ映画秒速5センチメートルこと桜花賞に登場してたんですよね。あと他にもあれちょっと違うかなと思いますけど、この小諸市舞台のアニメあの夏で待っているにも登場してたんですよね。これの品鉄カラーなんですけどね。あと115系はなんといってもこの警笛タイフォンですよね。これがあるんですよ。警笛鳴るとこれパカって穴開くんですよね。国鉄ってこういうカラー、こういう警笛タイフォンってよくありますけど、これ人間で言えば花かなと思いますよね。まさに人間で言えば花だと思いますよ。ちょっと車内については外から映しますね。いや本当にさ、やっと湘南色のレポートをする日が来て、もう嬉しい気分ですよね。あ、このボックスシートのこの座席がなかなかいいな、これもう国鉄感濃厚だよ、これすごいよ、これと。そうですよ、この貫通ホロドアがこれ黄緑塗装なんですよね。あ、この黄緑塗装のドア、これもまた懐かしいですよね。いや本当に懐かしいな、両毛線で、ね、そうこれが貫通ホロドアか。いや本当にもう昭和の国鉄時代にタイムスリップしたような雰囲気がもう漂ってますね。レールウォーズとか秒速5センチメートルでこれ本当によく登場してましたよね。あと秒速5センチ、これ両毛線と宇都宮線に走ってたんですよね。まさに高木の、まさに主人公、あれ高木くんって言いましたっけ、高木のなんかなんて言ったらいいかな、ゆかりの電車ですよね。まあ俺にとってはそうですよ、この電車だって俺の夢と心の電車ですし、特にこのカラーリングといえば東海道本線のイメージってありますよね。これはもう東海道本線の沿線に住んでいる人にとっては懐かしいですよね。まあとりあえずね、まあ知ってくれる人がまあ視聴してくれればいいかなとは思いますね。座席だって青だし、これたまりませんね。あと115系ってこの他にも湘南色の他にも旧長野色、新長野色とか、あと牧野もあるんですよね。あ、唯一の行き先幕がこんな感じか。あー、この行き先表示にもね、かつては宇都宮、小金井、上野、あと高崎とか水上ですよね、そういう行き先ここ表示されてましたよね。でちなみにこの電車ワンマン電車長野行きですね。しかもこれ青梅線にも乗り入れたこともあるんですよね。いやこれは俺にとっては貴重ですよ。特に東海道線の沿線と、あと高崎線とか宇都宮線もそうですよね。その沿線に住んでる人たちにも懐かしいし、あともう一つは横須賀色もそうですよね。まあ長野色は今日はちょっとね会えなかったのが惜しかったな。でも座席はまあ一部しか取れなかったけど、これだけはやっぱり映しておきたいですね。
まさに昭和の、まさにそうですよね。湘南電車ってまさにこのカラーリングも、あの島秀夫が開発した80系湘南電車の継承ですよね。そう、80系湘南電車からの継承されているカラーリングなんですよね。あの80系湘南電車ってあんまり知らない人多いかなと思うんですけどね、こういうカラーだったんですよね、80系湘南電車なんですけど。で、115系は勾配線区用なんですよね。で、勾配線区で、これ実は薄い峠とか、あと上越線の谷川越えとかもそうなんですよね。上越線とか薄い新越線の薄い越えもこの115系が走ってたんですけど、薄い峠だったらこの115系に EF63 と連結して山越えしてたんですよね。あ、この密着連結機がいいですね。この密着連結機に EF63 が連結してたとのことなんですよね。あと115系なんですけど、他にもまあいろんな思い出ある方は少なくないかなと思いますね。まあさすがに両毛線の沿線民とか、両毛上越吾妻新越線の沿線の人たちとか、あとそうですよね、あと東海道線とか東海道線、高崎線、宇都宮線、その沿線に住んでいる人たちにとっては懐かしい電車ですよね。ただ湘南色115系も味わうんだったら今のうちですかね。実はここ最近しなの鉄道SR1 型っていう新型車が導入されて、それに伴ってコカ・コーラ電車、あれ運用離脱してなんか引退しちゃったんですよね。ですからしなの鉄道の115系ももしかしたらそろそろ危ないかなと思うんですよね。俺もこうやってじっくりレポートして記録は残したいですよね。あ、この車体番号もこれも写しとかないとあれですよね。これはまた写しとかないと、車体番号。はい、それでは湘南色出発なんで見送りましょう。そろそろ115系、しな鉄の115系もそろそろ危ないかもしれないですね。なんで早めに乗り鉄、撮り鉄、記録鉄ですね、することをですねお勧めしたいと思います。さあ、いよいよ出発なんで後ろだけ映しとくか。さあ、まもなく出発なんで見送りましょう。さあ、出発進行です。さあ、よく見送って映しましょう。はい、長野から長野に停車いたします。ご乗車になりましてお待ちください。はい、湘南色115系がやっと出ていきましたね。いやー、これもまた貴重な動画になりますね。それではですね、これで湘南色
115系の車両レポートはですね、これで終了したいと思います。ようやく湘南色の記録レポートできましたが、品鉄115系の記録撮影や乗り鉄取り鉄はお早めに来るようお願い申し上げます。それでは115系の車両レポートは終わります。それでは。